神戸市出身のプロ BMX 選手。愛称はウッチー。所属事務所はベンヌ2005年22歳で日本チャンピオンのタイトルを最年少記録で獲得した。12月には日本一活躍したエクストリーマーに授与されるライダーオブザイヤーを受賞している。2008年 BMX 世界選手権ブードゥージャムにて優勝し、念願の世界チャンピオンを獲得する。2012年 BMX フラットランドワールドサーキットにてグランドワールドチャンピオンに輝く。2013年 BMX フラットランドワールドサーキットにて2年連続のグランドワールドチャンピオンに輝く。彼の愛称から名付けられたウッチースピンという無限に回り続ける回転技は世界共通のトリックである。幼少期の頃から水泳やスキーといったスポーツに親しみ、4歳の頃、当時三輪自転車に乗っていたナイアは母親と共に友人の家に遊びに行き、友人の姉の二輪自転車にまたがり、その場で乗ってみせた。現場にいた母親は、私の息子は天才かもと思ったという。兵庫県神戸市立住吉小学校を卒業、小さい頃から常に外で遊んでいることが多く、小学校の時にはすでにスポーツ選手になることを夢見ていた。幼少期をすべてスポーツに費やしたほどのスポーツ少年であった。水泳をベースに中学校からは、スキーのモーグルの選手として、コンテストなどに出始める。1998年、高校は水泳の推薦入学で、神戸市立御影工業高等学校に入学。1999年、神戸メリケンパークにスケートボードの大会を見に行ったが、スケーターはどこにもいなかった。そこで行われていたのが BMX の大会だった。当時のクラスメート10人と同時に BMX を始め、その時の BMX に没頭する時間は何よりも多かった。2000年、高校3年生の時に進路相談で BMX で生活をしていきたいと担任に話していた。当時は BMX の認知度も低く、プロライダーでも生活の糸口はなかった。当然のように担任と両親は反対し悩んだ結果、ナイアはスポーツクラブで水泳のコーチの職に就く。自然に体は鍛えられ、空き時間で BMX の練習を繰り返した。2002年、上達に伸び悩んだナイアは再度親に相談し、結果が残せなかったらプロの道を諦め趣味にすると約束し、23歳までのリミットをもらう。その後すぐ、日本で一番レベルの高い東京へ移り住む。移り住んで、半年、BMX 日本選手権、アマチュアクラスにて年間シリーズ3位になりプロ昇格を決めた。2005年7月31日に行われた神戸での BMX 日本選手権で日本チャンピオンに輝く。これが22歳の夏だった。この年から仕事は急増し、モデルやインタビュー、TV 出演などの選手以外での活動が増えていった。この年にPUMAと紫スポーツからのサポートが始まる。賞は年間100本以上をこなす。2007年より世界チャンピオンを目指しさらなる練習に励む。2008年6月、アメリカ・ニューオーリンズの世界選手権において優勝する。2008年9月、オリンピック協会が主催したトレックスゲームズブサン2008という世界選抜選手権で日本代表メンバーとして選ばれて出場した。2008年10月、BMX フラットランドワールドサーキット8年度のシリーズランキング3位獲得。2009年、新たなスポンサーとして、レッド、ブルジャパンと契約を交わす。そして、レッド、ブルジャパンオピニオンリーダーに就任。2009年7月、BMX、フラットランドワールドサーキットセカンドステージ。キングオブグラウンドにて3位獲得。2009年8月、BMX、フラットランドワールドサーキットサードステージブードゥージャムにて準優勝を獲得し、9年度のワールドシリーズランキングで自己新記録となる2位を獲得する。2010年1月、東京代々木第2体育館で開催された世界選抜選手権 BMX フラットランドワールドクラシック2012シード選手として出場した。2010年神戸市ゆかりの人物に選ばれる。2011年3月にフランス所属だった A バドスイングを抜け、4月にフランスの名優、マテアス・ダンドアと新しいスパーブというバイクブランドを日本のアーズベイクスから立ち上げる。4月には国内ファッションバッグメーカーマスターピースからストリートカルチャー向けのバッグブランドブラウン RC を立ち上げる。日本は東京、大阪を中心に NY でも販売は展開されている。8月ゼップ大阪で開催された G-SHOCK が主催のリエルチューフネスで優勝し、11月に六本木ヒルズで開催された同じく G-SHOCK のリエルチューフネスでも優勝。2連覇となる。2011年度のワールドシリーズランキング3位を獲得。2012年4月スパーブはアーズベイクスと合併。アーズベイクスとして新しいブランド名で活動を始める。4月ワールドチーム G-SHOCK アスリートとして G-SHOCK と正式に契約を交わした。G-SHOCK 社とは BMX 史上初の日本人契約選手となる。男性用プレジャーアイテムメーカーテンガとテンガアスリートとして契約を交わした。これも BMX 業界では初の契約選手となる。4月アメリカで行われた BMX フラットランドワールドサーキットファーストステージジョモプロにて2008年振りの世界戦優勝する。2度目の世界チャンピオンになる7月日本で行われた BMX フラットランドワールドサーキットセカンドステージキングオブグラウンドにて優勝。3度目の世界チャンピオンになる。この2連覇は年間チャンピオンに大きく王手をかけることになる。9月レッドブルが5年ぶりに京都で開催したレッドブルサークルオブバロンスに大会のメインアイコンとして抜擢される。しかし結果はベスト8で敗退する。9月発売のファッション誌ブルータスでエンポリオアーマニーと EA7 のモデルとなる。9月米国ラスベガスで開催されたノラカップで最優秀フラットライダーに選出される。ノラカップとは米国の出版社トランスワールドから発刊されているライド BMX という専門誌が主催するアワードでフラットランド、レース、ストリートなど、その年最も活躍した各ジャンルのナンバーワン、ライダーを選出している。2012年12月レッドブルの本社である、オーストリアとアスリート契約を交わし、日本人唯一の BMX レッドブルアスリートとなる。12月横浜で開催された BMX フラットランドワールドサーキットファイナル、キングオブグラウンドで2位を獲得。年間ランキング1位でこの最終戦を迎えた内野は2位を獲得したことで自身初となる BFWC グランドチャンピオンになる。2013年5月PUMA Japan よりシグネチャーシューズPUMA RSMIDJPN ウッチエが発売される。日本人としてのシグネチャーシューズは三浦知良以来の出来事である。6月 BMX フラットランドワールドサーキット2013の開幕戦ブードゥージャムが開催された。初戦で内野は3位を獲得した。8月 BMX フラットランドワールドサーキット2戦目、大間リスキーノに出場、内野は初戦と同様に3位を獲得した。10月 BMX フラットランドワールドサーキットファイナルは内野がオーガナイズした世界戦フラットアークが故郷である神戸で開催され、地元神戸で内野が優勝した。さらに年間ランキングをひっくり返し、2年連続の年間グランドチャンピオンになる。2014年1月ファッション雑誌、サファリが主催するサファリアスリートドレッサーアワード2014に選ばれ、1、23に、恵比寿のアクトスクエアにて開催された受賞式で受賞した。内野の他に、山中伸介、田臥勇太、池田信太郎、宮崎大輔、三宅亮、三浦大輔、中澤裕二が選ばれた。8月 BMX フラットランドワールドサーキット2戦目、ブードゥージャムで優勝すると、続き10月3戦目オーバーグラウンド4戦目フラット、アークでも優勝し、史上初となる年間グランドチャンピオン3連覇を達成した。2016年9月 BMX フラットランドワールドサーキット4戦目リアル。シティスピンで優勝し8度目の世界タイトル獲得する。10月 BMX フラットランドワールドチャンピオンシップフラットアークで優勝し9度目の世界タイトル獲得する。2019年4月 BMX フラットランドワールドコンペティションフラットアーク優勝し10度目の世界タイトル獲得する。2020年1月 BMX フラットランドワールドコンペティションキメラ A サイドザファイナル優勝11度目の世界タイトル獲得する。1月米国の自動車メーカージープの日本法人ジープジャパンが主催するストリートスポーツのイベントジープリアルゲームスのアンバサダーに就任 BMX フラットランドにおいてスカフと呼ばれるタイヤを足でする動きが基本トリックやバランスの基礎とされているが、アマチュア時代よりグライドやタービンといった高等技術を多用し、主に前輪使ったフロントトリックを中心にスピーディーで回転を多く取り入れた華やかな動きを得意とした。特にタービンという技術は当時のプロライダーの中でも会得しているものはごく一部で、このスタイルが内野の知名度を全国的に広める原動力になった。自身のスタイルにさらに磨きをかけた内野は、オリジナルのタービントリックを開発し、全日本タイトルを22歳で獲得。後に、そのオリジナルトリックは、BMX 発祥の地アメリカで内野の愛称をもじった、ウッチースピンと称された。また、この頃から、グライドやタービンの技術に加え、パドルといった技術も取り入れていた内野は、後に主流となる、ノースカフスタイルの先駆者となる。それまで前輪を使った技に磨きをかけ続けてきた内野だったが、練習にかける時間を後輪を使うリアトリックに移行。それと同時に1年半もの間一切のコンテストに出場をせず、コンテストシーンから一線を退き内野は、ただ黙々とリアトリックの練習に励んだ。過酷な練習量を負担した内野は、2007年11月に、行われた全日本選手権にて復活戦で世界中の BMX ライダーの前に戻ってくる。それまでリアトリックはフロントトリックよりも技数が少ないと言われ内野が得意としたグライドやタービンの動きを取り入れたリアトリックは世界的に見てもあまり存在していなかった。しかし内野はフロントトリックで用いたグライドタービンパドルトリックのみのスタイルをリアトリックでも再現。内野が繰り出す不可能とされていた超高等トリックの数々の前に会場にいたライダーたちは大きな驚嘆を隠せず興奮したと言われ、さらに復帰戦から内野は完全にフロントトリックを出さなくなった。リアトリックでもオリジナルのスピントリックを開発。新しいウッチースピンとしてすぐにワールドスタンダードなトリックとして認知される。この復帰戦での内野のライディングは YouTube 等のネットビデオを通して世界中に広まり、各国のトップライダーたちが内野に注目した。わずか1年半の練習で基本レベルほどの習得だったリアトリックを世界レベルにまで昇華させた内野のリアトリックは復帰戦から6ヶ月後の世界選手権で世界最高峰のリアトリックと称され、内野を世界チャンピオンの座へと導いた。リアトリックを主体としたライディングスタイルにペダルトリックを取り入れ、ペダルトリックで行う G スピン等を開発し、さらなる磨きをかける。また、内野のライディングスタイルを取り入れるプロライダーが世界的に増える。2008年頃より習得者が増えてきたバニーホップ中に自転車のフレームを横方向に1回転させて着地するテーループという高等技術を身につける。テーループを単発トリックとして披露する選手しかいなかった中、内野はルーティンの最後の締め技で使用していたスピントリックからマニュアルへスイッチし、そこからテールウィップを繰り出すという超高等技術を習得する。このトリックは2009年12月に発売となった A-BADSING 初となるDVD 作品 A-BADSING エアーラインの中に収録された内野のチャプターで世界初の公開となった。2009年以降取り組んできたペダルトリック、テールウィップ、マニュアルといった複数のトリックを織り交ぜ、リアトリックを主体としたライディングスタイルにさらなる磨きをかけ、バイクフリップというさらなる高等技術を身につける。ナイアが初めてこのトリックをインターネット動画で披露した時は、1日で13,000回を超える視聴回数を記録。2014年のアメリカの世界選手権で実演したバイクフリップのルーティン映像は SNS で900を超えるシェア数となった。ありがとうございます。